皆さんこんにちは、岩崎です。さあ今日もですね、登山していきたいと思いますけれども、今日来ているところは神奈川県の南山というところに登っていきたいと思います。近くに宮ヶ瀬湖、非常にこうエメラルドグリーン的なね、非常に綺麗な湖があって、頂上からはそれを一望できる、非常に素晴らしい景色を見れるということで、比較的、お手軽ハイキングということなので、リラックスしてね、登っていきたいなと思います。今ですね、車道を歩いてきて、登山口に来ております。山ビルに注意ということで、十分気をつけていきたいと思います。これから早速行ってみます。はい、登山道はこんな感じです。ちょっと前日大雨降って、下若干ですがぬかるんでるんですけども、歩くには問題ないと思います。まずはですね、権現平という、コースの、最高地点の方に、向かって行きたいと思います。そこにはですね、お手洗いとかベンチとか、ありますので、一休憩するには持ってこいの場所ですね。で、そこから宮ヶ瀬ダムの方も見れるということなので、まずそちら目指してちょっと一休憩したいなと思います。なんだかんだ多分神奈川の山に登りに来たの、遠野岳以来ですかね。2年前に登ってきて以来、これから少しずつ丹沢の方にもね、ちょっとエリアを伸ばしていこうかなと思います。あと権現平まで 200m のところまで来ましたね。開けたとこに出ましたね。ここが権現平になります。ちょっと一回座ろうか。この権現平から南山まであと30分、ぐらいで着くようですね。この権現平のところからも、宮ヶ瀬湖非常に綺麗に見えるみたいです。ちょっと後で行ってみたいと思います。山頂まであと 600m ですね。もう一息だ。お、開けそうかな。あ、頂上かな。
きました。はい、頂上です。南山544m。 いやー着きました。独り占めだ。うわ、皆さんご覧ください。南山のね山頂着きました。すごくないですか。544m の低山なんですけども、この宮ヶ瀬湖とコラボレーションでめちゃめちゃいい景色が見られました。よかった、最高。というか今日南山を目指して、ハイキングコース歩いてきたんですけども、誰も会わなかったんで結果独り占め。この黒くなってる木が山を駆け上がってる馬のように見えますね。書いてありました。はい、というわけで、休憩しましたので、これから北道戻っていきたいと思います。鳥居の原ふれあい公園の駐車場だっけな、あれ鳥居の原ふれあい駐車場っていうところまで戻っていきたいと思います。それでは、はい、というわけで戻ってまいりました。いかがだったでしょうか。いや、南山いい山だね。はい、ということで、今下山してきましたけども、そこまでこうアップダウンが、少なかったんですが、割とこう急登のところがあったり、結構ね足に来たところあったんですけども、非常にいいコースでした。時間にしてもね、そんなに長い時間歩いてないんですけど、1時間半ほどですね。なんといっても丹沢の山々をこう囲まれて、で真ん中に宮ヶ瀬湖っていうね、非常に、なかなか見れないいい景色が見れたんじゃないかなと思います。非常に有意義な、時間が過ごせたと思います。はい、というわけで今日はねこれで終わりたいと思います。グッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。年内1000人、目標目指してますので、皆さんどうかポチッと、よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。